片野天神社は、大阪府平方市葛波宮にある神社。旧社家具は孫社。俗に本気及び、岩清水神宮演技によると、関武天皇が、延暦六年、片野に、父公認天皇を祀るための講子団を設けたとあり、ここがその地とされている。本殿八幡神社本殿は1402年根竜の一軒舎流れ作りで、日和田吹き。隣接して、 マッシャヤワタ神社本殿が並んで立つ。本殿は、鎌倉時代1238年と室町時代1401年に修理された。全体の外観は雄大な手法で、鎌倉時代の様式を残し、カエルマタ等の彫刻は、繊細で美しいものが多く、室町時代の初期の特色を備えている。本田脇命を祀るマ社シャ神社本殿は、本殿と同じ頃の建立と推定され、 本殿よりやや小ぶりでほぼ同じ作りをしている。構造や形状は、型の天神社に等しく、後輩のカエルまたやランマの透かし彫りに見るべきものがある。本殿、抹茶や渡神社本殿ともに1917年に、国の重要文化財に指定された。境内には、原生林が生い茂っている。本殿の北東に、貴船神社の抹茶がある。この場所は、 境内天皇の葛野波宮跡と伝えられている。神社の境内一帯は1984年に、平方市から平方八景の一つ、葛野波宮跡の森に指定された。2018年9月の台風21号では、境内の樹木が多数倒壊する被害が出た。神社も協力する形で付近の商店で構成する、葛野波宮表参道商店会が存在し、 マスコットとして、ミコ姿の猫のゆるキャラ、ミッケが2013年より活動している。ウィキメディアコモンズには、型の天人者に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。